にちは。はい、さあ豊さん、はい、もうオープン戦もね、どん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 こう最終に来てますけれども、はい、でシリーズが始まっていくという感じもしますが、はい、今、まあ、キャンプでね、はい、やることっていうのは大体チームの課題であったりだとか、はい、今年の方針みたいな、うん、まあ、そういうのでキャンプをやっていくんだけども、はい、まあ、その成果がね、うん、出てるかどうかっていうことだよね。そうなんですよね、うん、でこれまではこんないい選手いたよとか、このチーム今年こういう風なの良さそうだよみたいなことを話していましたが、はい、うん、今日は逆です。お、ここのチームこんな課題やばいよ。もう髪の毛変わったね。色が、あの、うん、最近暖色系で、うん、はい、カシス系なんですけれども、はい、っていうのを今日はやろうと。で、はい、現在3月12日、はい、あともう開幕まで2週間ちょっとというところで、はい、今現段階での各チーム、はい、ここがやばいよ、行っていきましょう。今日あのセリーグ、セリーグね、はい、はい、セリーグです。まずは、はい、まあ、去年のディフェンディングチャンピオン阪神、はいはい、ただいま現在ですよ、現時点で9連敗中と、はい、まあそうだね、はい、投げる方とか、うん、打つ方とか、うん、まあそんなに俺は心配してないんだよね。まあ点も取れてないっていうことは確かにあるかもわからないけども、はい、これはやっぱこうシーズン入ったら変わるかなっていうような、うん、まあそういう気もするし、ただ守りがな、エラーが多いな。多いですよね。ちょっとびっくりしました。1回に4失策とかもあったし、だからここら辺 その守りがねちょっと崩壊してるっていうところがちょっと不安だし、うん、やっぱりいいピッチャー抱えてもエラーから崩れるっていうことはあるからね。そうですよね。だからまあ守備という面に関してはすごく心配な部分はあるよね。ですよね。あと中継ぎ投手 のフォアボールの多さなんですけれども、はい、9試合で34四四死球ということで、まあそうだね、これはどうなんでしょうかね。やっぱ競争してるから打たれちゃいけないっていうこともあるかもわからないけども、まあ、若干その登板方になってるピッチャーも中にいるのかなっていうような、うんうん、まあ、石井なんかそうだよね。そうですね、うん、とかあとまあ岩佐田投手とか、まあ、そうだね。だからまあそこら辺がちょっと不安定なところだよね、うん、まあ、ここら辺はね質量多いからあそこは、うん、だからまあカバーはできると思うんだけども、やっぱエラーっていうのはさ、はい、起こりうることだから、だからここら辺はやっぱこうしっかりしなきゃいけないのと、はい、あとは若手の突き上げがない。そうですね、まあ、前がいいんだけども守備でやらかしたでしょ、はい、もっと激しい競争になるかなと思ってたんだけど、意外とそうじゃなく落ち着きそうなんだよね。これ若手の突き上げがないっていうことはシーズンに入ってから例えばこうやばいっていう風になってくる。やばいのは選手としての危機感だよ、うん、例えばその木浪にしたって小畑っていうのが若手がいて、うん、絶対こいつには負けられない、うん、小畑が同等に並んでしまうとやっぱ若い選手を使われてしまう、うん、まあ、そういうことだったんだけどエラーが響くよな、うん、あれではやっぱ使えないもん。そうですよね、うん、まあ、そうなってくると現有戦力昨年の、うん、まあ、それで戦っていくという、うん、これは岡田監督が一番嫌がってたことだと思うんだよ、はい、だからそこにチームが向かってるっていうことがちょっと不安な点だよな。そうですね、うん、やっぱり新しい刺激新しい血を入れていくっていうことが長く強いチームを維持できる、うん、まあ、一つの方法だとは思うんだけども、はい、だからそこら辺がちょっと欠落し始めてるという、うん、だからここら辺がちょっと不安点だな。そうですね、うん、これはここからのオープン戦とか個々の練習で改善していけることなんですか。いや急にはな守備は上手くならないし。そうです、ね、ただこういうことがトラウマになってきて選手が萎縮し始める、はい、エラーできないとかこれがやっぱり一番チームにとってマイナスだから、はい、やっぱノーエラーだとか、うん、大したエラーじゃないことを続けていくっていうことだよね、うん、チーム全体で、はい、だからこれがやっぱり大切なことで、はい、大事なところでやって試合を落とす、ひっくり返される、はい、これがオープン戦であってもだん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 こうトラウマになってくる、エラーしてない人間も、うん、だからこれがやっぱり一番困ることだよね。そうですよね、はい、あと阪神、まあ、梅ちゃん、はい、怪我してたな、はい、怪我してましたけれども、はい、岡田監督がいや開幕から行くつもりよというふうにおっしゃっていたんですけれども、ここはこう、まあ、坂本で最初行くと思うけども、はい、やっぱ梅ちゃんがいてくれるとやっぱ助かるよね、うん、いや安心ですよ、まあ、安心だよな、うんうん、だからこれはやっぱ朗報の一つだと思うけどもね、はい、だから梅ちゃんが帰ってきたからエラーがなくなるっていうことではないから。そうですよね。だからまずはやっぱそこら辺をやっぱしっかり立て直す、気持ちを立て直す、こういう作業が必要かなっていうふうに思うね。そうですね、はい、あと若手の突き上げはもう今からは遅いですか。いやもう力が見えちゃったというか、そうか、
キャンプの時フリーバッティングやったりとかしてたら相当パワーあるとか、すごい打球打つとか、そういうのがあってもやっぱり実戦になってどういう思考で戦ってるかっていうことが見え出してきてからちょっと伸び悩みがあるね。そうですよね、前側なんかバッティングはいいけどね。そうなんですね。いやもう魅力はもう満載にあるけど、まあ、ここら辺がちょっと阪神の課題点かなっていうふうには、やっぱり守備という、ね、守備っていうところですね、さあ続いてカープですけど、カープね、はい、カープは投手陣も、まあ、タリーが抜けたりとかして、はい、ちょっと不安定なところがあるんだよね、はい、だからここら辺森浦とか非常によくはなってるけども、じゃあ新しい子が滝田とかがどうなのかっていうこともあるし、はい、昨年は中継ぎはね非常にカバーできてたけども、まあ、ここら辺が少しどうなのかなっていう不安点と、やっぱバッティングの軸がない、いわゆる4番となる選手、で外国人取ってるけども、はい、まあ、なかなかいい結果が生まれてないというね。そうなんですね。だからまあそこら辺でやっぱりじゃあ4番を誰にするのかとか、はい、で小園をどうどこに配置するのかとか、まあ、いろんな問題点があるよね。そうですね。シャイナー、レイノルズはこれはクリーンアップでは今のところ、シャイナーはやっぱり4番を期待してたと思うんだけど、はい、ちょっと火吹かないよな。いやそう全くなんですよね、だから、まあ、ここら辺で その新井監督がどうやりくりしていくのか、だから春先からじゃさ、やっぱきついと思うよな。ちょっと間に合わないですね。だからその点を取るのにね、まあ、つなぎっていうこともあるかもわからないけども、今の投手陣各球団のなかなかつなぐっつってもな難しいし、だからまあここら辺をどう組み立てていくのかなっていうね。確かに。でも現時点だと誰に なるんですかね。誰だろうな。まあ、小園でも打つかいやいやでもね、やっぱ小園のバッティングは抜けてると思うよ、はい、だから小園を中心に打線を組んだ方がいいと思うな、でも本来はやっぱ小園選手って3番だったりとか、まあまあそうだねっていうことですよね。まあまあそうだな、だからまあ4番、まあ、新井監督と喋った時にさ、4番っていうのは繋いでもいいんだと、だから打線の流れがいいような組み方をすると、まあ、こうやった戦い方をしなきゃいけない、はい、4番が決まらないと、だけどそうなってくるとやっぱ相手に怖さがないよね、そうなんですよね、だからどん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 差し込まれていくというかさ、ピッチャーに、はい、ここら辺をどう改善していくのか、あとはやっぱこう期待しているのは坂倉ね、そうですね、と田村、はい、田村選手、まあ、ここら辺がやっぱこう、まあ、坂倉はもう実力があるし、やっぱ昨年はキャッチャー1年やってね、はい、バッティングの方にも影響したとは思うけども、まあ、だけど今年は言い訳なしでね、はい、もうやるっていうふうにキャンプの時も言ってたし、はい、言い訳ないぞって言ったら分かってますみたいなことをね、まあ、心強いことを言ってくれたから、まあ、彼のバッティングだったらもう本当にもう今年なんか首位打者争いしなきゃいけないし、はい、そのぐらいのポテンシャルあるから、だから頑張らないとね、よっぽど。そうですよね、まあ、例えば坂倉選手よりも現在で今3割ジャストで、田村選手だと2割9分4厘で、小園選手が4割6分2厘、うん、秋山選手が4割2分9厘ということで、じゃあ今の成績だけで見るとこういった選手たちでこう主軸に並べていってっていう風なことになるっていう感じですか。まあそうだな、まあ、だからこう大きいのがないじゃない。そうなんですよ、ね、だからまあここら辺ではね、相手ピッチャーとしたら少し楽な部分かなっていう、やっぱ楽だなって思わせたらやっぱダメだよね。ですよね、相手ピッチャーに、だから外国人がねきっかけをつかんで打っていけるといいなというふうには思うけど、はい、今の段階ではやっぱこう打線を組むのはちょっと非常に難しいかなっていうような感じがするよね、そこがちょっとまあ弱点というか課題ですよね、まあ、そうずっと課題だったんだけど、オープン戦期待したんだけども出なかった、じゃあ開幕に向けてどうするのか、はい、こういう課題は残ってるよね。そうですね、はい、さあ続いて DeNA です。 DeNA ね、はい、DeNA は、まあ、先発ピッチャーという意味でね、まあ、ちょっと枚数がどうなのかなって思うけども、でも外国人が比較的いいんで、はい、だからここら辺はなんとかなりそうな感じもする、で中継ぎも、まあ、なんとかなりそうな気がする、じゃあピッチャーは、いやまあだけど抑えとか、はい、まあ、そういうのはちょっとねまだどうなのかっていうのが見えてこない部分はね、まあ、あるんだけども、はい、まあ、実力者はいるからね、経験者と、だからまあここら辺はカバーできたとして、はい、ただその三浦監督が迷うんじゃないかなっていうような、まあ例えば渡来がいいとかが梶原がいいとか、はい、じゃあ他のベテランはどうするのかとか、
じゃあオースティンは内野ファーストで使うのか外野で使うのかとか、まあ、怪我人も出てきてるよね、はい、そうなってきた時にバランスを考えてどう使うかっていうのに迷うんじゃないかと。やっぱ迷うとね、いい結果は出ないよ。そうなんですね、うん、だからこれっていう人間が出てくるとね、うん、まあ渡来っていうのはもうオープン戦で打ってるし、はい、だから1番というね、1番渡来っていうのは使っていくと思うけども、はい、それに伴って、まあ、梶原が良かったりだとかいろいろすると、じゃあ桑原関根はどうするんだとか、そうなんですよとか、はい、まあ、そういう迷い、はい、あとはショートが決まらんな。まだそうですね、まあ、うん、石上選手がいいんだよ、はい、いいけども、ただやっぱりあのポジションってさ、コロ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 、まあ、昨年も変えていったけども、変えない方がいいんだよね。本来は変えたくないんだよね、守りの中心だから、はい、だからまあここら辺を若い選手に任すのか、うん、林を期待してたんだけども、うん、バッティングがちょっと状態が上がってこないとか、うん、森とかもいるけどもね、はい、だからここら辺がやっぱりしっかり決まってこないとなと思う、まあ、去年もショートってそういう感じでしたよね、うん、誰かがもう掴んだっていうわけではなかった、まあ、そうだね、うん、だからまあここら辺が、まあ、打順の組み方っていうのはさ、まあ、1番が決まり4番が決まってるわけだから、はい、あとはねこう置いていけば、まあ、山本もバッティングがいいし、はい、松尾がねあいいんで、だからそこら辺もバッティングの心配はすることない、うん、まあ、そうなってくると打順は組めるんだけども、うん、やっぱポジションをどう与えて誰を据えていくか、はい、まあ、これがやっぱり一つの課題だな。そうですね、やっぱね嬉しいんだよ、はい、嬉しい悩みなんだよ、うん、嬉しい悩みだけどやっぱ指揮官が迷うほどの競争をしてくれてる、うんうんうん、抜けないそこ抜けてくれるとありがたいけどな。ああそうか、さっき阪神はでもこれは、うん、失敗するとベテランの精神的な影響にもつながってくるから、あの、まあ、プライドもありますしね、まあ、まあもちろん、ね、そうですよ、ね、うん、だからここら辺はやっぱこう慎重に選んでいかないと、うん、まあ、難しいだろうなと思う。さっき言った阪神は若手の突き上げがなかった、でも DeNA はそのルーキーだったり若手が出てきてる、でも突き抜けてないからこその迷いだった、うん、迷いだな。それぞれチームでありますね、まあ、悩みは、まあ、これから、まあ、開幕まで迷ってもいいと思うんだけどさ、はい、これ決めたって腹に据えたら変えないことだよね、うん、コロ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 、うん、はい、コロ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 変え出してくるとやっぱ選手はおかしくなってくると。そうですね、うん、調子も維持できないし、うんうん、じゃあ続いて巨人ですけれども、巨人な、はい、7、8、9を誰に任せるか、いわゆる大勢投手は、まあ、ちょっと出遅れていて、うん、開幕にはまあどうなんだろうね、ギリギリ間に合うのかどうかわからないけども、うん、まあ突貫工事でね間に合ったところでまた故障とかにつながるといけないし、うん、はい、だからここら辺のその抑え候補がね、うん、誰なのかっていうね、うん、こともあるし、はい、あとは右打者だよな、左が多い分右がちょっと手薄ですよ ね、で左バッターの打ち方っていうのは安倍監督の教えかどうかわからないけども、やっぱこう粘っこくさ反対方向に持っていくとか、はい、まあ、得点圏では特にね、うん、まあ、そういうことが課題としてあったんだけども、それがだいぶ出来出してきてるしね、はい、まあ、センター中心に打ち返すということが、うん、だからホームランが出てないのがちょっと心配なんだけどもね。あ、去年とちょっとまた違う傾向になってるってこと。いやいや、もう去年はホームランでしか勝てなかったと、うん、今年はつないで勝とうとしてるけどもさ、はい、やっぱホームランも必要だしさ、うん、だからまあここら辺でのその意識と結果、意識はいいんだけど、ね、果たしてこの意識だけで勝てるかどうか、はい、っていうことはあるけどもね。でも間違ってる方向には俺は全然行ってないと思うけども、はい、ただそのベテランとかしっかりレギュラーがパシッと揃った時に反対方向っていうのを意識するかどうか、うんうん、若手はもうとにかく使ってもらいたいから献身的にそれをやるけども、はい、ベテランたちが入った時に自分のスタイルがあるから、うん、だからここら辺がすんなりしっくりはまるかなっていうのがまあ一つだよね、はい、うん、あとはやっぱこう7、8、9の課題は馬場とか泉とかいろいろいるけども、うん、これがどうなんだろうなっていうのがあるよ ね。あとは先日の試合では堀田健進投手が9回と投げるシーンがあったんですけども、堀田健進投手の抑えっていうのも阿部監督っていうのは考えてるんですか。まあ、一応試しで使ってみたよね、うん、だからそのあそこのポジションって本当に精神的なもの重圧っていうのがやっぱすごいポジションだけにね、それだけの耐えられるだけの気持ちの強さ、スタミナがあるのかなっていうふうには思うけども、
まあ、いい結果が、ね、続けばこう自信にはなってくるし、だから最初からつまずくともうちょっと使えなくなるっていう可能性もあるしね、はい、だから非常に難しいよ。あそこら辺はやっぱこう経験者がいてくれるとなっていうふうには思うけどね。阿部監督もやっぱり78とか678とか若手の、まあ、菊池投手であったりとか、あと京本投手とかいろんな投手投げさせてますけれども、なかなかこう突き抜けて出てくる投手がこれっていう投手が、まあ、出てきてないんですかね。まあそうだな、だからまあちょっと経験不足というかさ、うん、まあ、そこら辺もあるし、やってみなきゃわからないところはあるんだけどもね、うん、まあ、だけどやっぱ決めてお前で行くっていう、その太鼓判を押して背中を押してマウンドに送るだけのまだ信頼度は勝ち得てないかなって、みんなとなるとやっぱり中川投手とかに、まあまあそうだね、ひとまずはってなるんですか、ね、まあまあそりゃそうだね、まあ、そういうふうにならざるを得ないというかさ、うん、まあ、あそこら辺でも数が豊富になってきてるんで、そうですね、うん、だからまあやりくりでなんとかなるかなっていうふうには思うけど、うん、まあ、でも先発ピッチャーは頭数揃ってきてるし、うん、はい、高橋嶺もね非常に良かったし、うん、だからまあ明るい材料もあるんだけどもね、はいはい、続いてヤクルトです。まあ、ヤクルトな、はい、やっぱ投手陣に怪我人が多いということ、はい、小川投手がノースローでっていうところで、そうだね、はい、だからまあここら辺がちょっとやっぱいない上に離脱者がいると余計に苦しいよね。で打つ打つ、あそこの打線は打つって言ってもさ、そら限界があるよ、うん、ピッチャーがある程度抑えて打って初めて勝利というね、はい、ことになるんだけども、打った分だけ打ち返してやるっていうことでもないからな今の野球って。で毎回それができるわけでもないですよね。そうだな、だから、うん、まあ、ここら辺はちょっと苦しいかなって思うよね、うん、これ田口投手は開幕には間に合うっていうふうには言われてるけど、うん、これもやっぱ分からないからね。そうですよね、うん、だからちょっと苦しいかなピッチャーがな。そうですね、あとはやっぱこう打順の組み方だよね、うん、まあ、塩見選手と最初は西川遥輝選手がこのコンビいいねって言ってたら、うん、そうなんですよね。まあまあ3番塩見を使ったみたいだとか、はい、まあいろいろ、まあオープン戦だからいろんな試しもいいんだろうけども、うん、なんとなくやっぱこう苦しい感じはするな、うんうん、野球ってピッチャーだからな。そうですね、なんて言っても結局そうです、ね、ある程度やっぱピッチャーがゲームを作らないとちょっと不安定が多い。そうですよね、うん、なんかその話と真逆になるのが中日のような気がするんですけれども、はいはいはい、中日はピッチャーいいな、やっぱり失点しないね、うん、そうなんですよ。それ、まあ、一つの課題としてバンテリン以外で抑えるっていうことがね、はい、一つの課題だったんだけども、うん、だけどしっかりねオープン戦では抑えてるし、はい、ピッチャーの実力っていうのは俺は本物だと思うんだよね。そうですね、あとは打つか打たないか、これ中田翔選手大丈夫ですか。いやまあちょっと調整は遅れてるよね、うん、まあだけどそのまあ彼ぐらいの実績があると合わせてくるとは思うけども、やっぱ彼に求められてるものっていうのは打点だからさ、はい、もうバンテリンではホームランを捨てる、うん、そのぐらいの意識は必要だと思うしね、うん、まあたまには打ってくれるだろうけども、だけどバンテリンで打つっていうのはもう相当やっぱ大変だしね、はい、まあ、札幌ドームでも同じような広さで30発打ってるし、うん、だからまあそこら辺の期待度はあるにしても、やっぱ勝負どころで打ってくれるか打ってくれないのか、はい、あとはやっぱこう迷ってんのがやっぱショートだよね。これどの選手に、まあ、ショートだし高橋周平を使うとやっぱ打つなっていう感じはするし、うん、そうなんですよ。だからここら辺での迷いっていうのはいい迷いなんだけども、まあ、DeNA の時にも言ったようにこれっていうものをしっかり固めていきたいよね、はい、だからまずはショート、うん、じゃあ誰を使うのか、俺だったらカリステかなって思うよね。あ、まあ、昨年に引き続きサードがいなかったらカリステサードでもいいんだけど、うんうんうん、カリステのやっぱあの動きっていうのはさ、うん、まあ、忍者的な動きするしね、はい、だ俺は日本の野球にも慣れていいなと思ってる、うん、でセカンド田中を使ってるけども、これもう実質1年目みたいなもんじゃない、はい、だからここら辺は彼は必要な人間だと思うけども、やっぱ早くどう慣らしていくのかっていうことがあるよね、うん、立浪監督とかチームとしてはやっぱり田中美希也選手が去年ね一連間の怪我で出られなかったので、今年はどうしても使いたいっていう思いはそこにある。やっぱね彼はね試合になったら必要な人間なんだよ。でそれは十分分かってんだけどもさ、見切り発車で使うと
歯車が狂ったみたいに何にも起こせなくなるっていうようなさ、まあ、そういうことにもなるしね、まあ、ここら辺はやっぱもう慎重にやると思うけども、ただその岡林の怪我とか、まあ、そういうことも抱えてるしね、で石川昂弥をどこで使うのか、そうなんです、高橋選手が良かったらサード、だから昨年までの経験がどうなるんだとか、そうですよね、いやだからここら非常に決断としたら非常に難しいとは思うけどもね、だからじゃあ大島の代わりに三好を使うかとか、まあいろんな悩みは出てきてるんだよ、やっぱね迷っても外に出しちゃいけないし、はい、やっぱりしっかりしたものが固まって開幕を迎えたい、ただまだ固まってないよね、でリカーソン、はい、この外国人はそこそこあやってくれるかなという目処は少しずつ立ってきてる、まあ、ホームランを打ったりだとか、まあ、平からのフルカウントでフォークボールをピュッと止まったりだとか、まあ、いろいろこうだいぶ慣れてきたなっていう感じもするしね、でキレも出てきたなっていう感じもするから、だからここら辺はいいけども、やっぱ中田との組み合わせ、はい、まあ、ここではやっぱ初めて怖さが出てくるしね、はい、2人のうち1人が欠けると、やっぱこうちょっと不安になってくるし、だからまあとにかく打たなきゃいけないから、そうですよね、だからどう打てるやつを並べるかっていうことだよね、まあね、今セリーグの6球団のちょっと弱点、まあ、弱点というか、まあいいところもあったけどね、もちろんそうです、はい、一番ゆうたかさんが深刻なのはどこのチームでした？いや、やっぱ不安なのは守れないということだよ、そこか、守れないっていうところがちょっとあれかな、不安になってくるかな、まあ、でもどこのチームもありますね、守れないってなってくると、エラーの守れない、ただ中日はショートが決まってないとかいろいろあるけども、ゲッツーの数とか増えてきてるし、あ、それはじゃあ一つ、いや、だから一つのいいことなんだけども、はい、阪神って昨年もエラーは多かったけども、肝心なところではみんなしっかり守ったという、で肝心なところで今年はなんかオープン戦とはいえポロポロしてるという面では、ちょっと不安っちゃ不安だな、そうですね、まあ、支給も多かったですし、まあ、あとねオープン戦残り少なくなってきましたけれども、その間にこういった弱点だったり克服できる部分はしていってシーズン臨んでみたいな、まあ、まあそうだ ね、だから嬉しい悩みを抱えてる、まあ、例えばその DeNA でも、じゃあどうするか、でも控えに回してこの選手がどう思うのかとか、まあ、いろんなことがあるけども、まあ、これ勝負の世界だからさ、競争に負けたっていうふうに考えると選手は納得して座らなきゃいけないけど、じゃあ競争させてんのかっていうとどうなんだっていうこともあるし、で、まあ、中日の方は打つ人をやっぱ探してるんだよね、そうですね、で打ってくれないとやっぱ勝てない、そうなってくるとこの選手が打ち出したぞみたいな、まあ、じゃあどうするんだ、誰を配置するんだっていう悩みがね、まあ結構あるよね、ですね、まあそうだな、だから、まあ、広島なんかはちょっと軸が決まらないっていうね、不安な面もあるし、だからまあここら辺はすっきりして開幕を迎えてほしいなっていうふうに思うよね、そうですね、まあ、開幕スタメンも、ね、予想しますよ予想するけども、はい、俺も迷うもんね、ああそうか、だから迷わないのは、まあ、どこですか、いや阪神だよ、あ、まあそうかそうか、だから変わり映えがしないんだよ去年とね、そうそう、でヤクルトもそんなに変わらない、っていうことを考えると、他はやっぱこういろんな悩みはあるだろうなって、もう、まあ、悩みっていうか嬉しい悩みかもかな、そうですね、だから広島はちょっと違うけどね、そうですね、ちょっと軸が決まらないという悩みやのね、そうですよね、ゆうたかさんね、今もうポロッと口から出ちゃったので、今年も開幕のね、オーダーやりますけれども、予想ね、はい、誰が抜擢されるのかみたいなそうです、あと確か去年、表のローテ、裏ローテまでやったんですよね、予想、だそれも分かんない、それはそれは分からない分かんないけど、まあね、どうなるかね、どうなるかね、はい、はい、こうご期待